紀伊半島の南部は神々の霊が隠れこもる独自の聖域を成し、古来熊野と総称されてきました。ここに古代以来祀られてきたのが本宮、新宮、那智の熊野三社です。平安後期には神仏習合によって三社の神々にも本地仏が当てられ、仏が仮に現れたものとして熊野三所権現と呼ばれました。熊野本宮大社は崇神天皇65年に大湯の原において大きな木に三体の月が降りてきて、真ん中にある月が我は清浄大権現であり、両側の月は両所権現であるので社殿を作って祀れと熊野村寺に言われました。清浄大権現とは結摘皇神、すなわち須佐之男命のことで、両所権現は熊野伏見狼、すなわちイザナミの命、早玉の狼はすなわちイザナギの命のことです。雨の穂明かりの命は古代熊野の地を治めた熊野国造の祖神です。雨の穂明かりの命の息子である高倉寺は神武統制に際し、熊野で初代神武天皇に天剣伏見玉を献じてお迎えしました。高見むすひの神は天より八田ガラスを使わし、神武天皇を大和の橿原まで導かれました。門をくぐると正面に主祭神の結摘皇神、すなわち須佐之男命を祀る正常殿があります。正常殿の左には中御前、その隣には西御前があります。中御前には早玉の狼、すなわちイザナギの命、西御前には伏見の狼、すなわちイザナミの命が祀られています。主祭神の須佐之男命を祀る正常殿の右隣には若宮があり、天照大神が祀られています。熊野早玉大社は熊野三山の一つとして全国に祀る数千社の熊野神社の総本宮です。今から約2000年ほど前に熊野三所権現が最初に降臨せられた元宮である上倉山から現在の鎮座地にお移りになり、これより上倉神社の旧宮に対して新宮と号したと古書に見えます。参道の脇には八田ガラスを祀る八田ガラス神社があります。
神門をくぐると正面に神三殿があり、正面が天照大神、左に結膣皇神、すなわち須佐之男命、右横に高倉寺の命が祀られています。神三殿の左隣には拝殿があり、その奥には本殿である早玉の宮と結びの宮があります。早玉の宮には主祭神である早玉の大神、すなわちイザナギの命、結びの宮には伏見の大神、すなわちイザナミの命が祀られています。神三殿の隣には八社殿があり、雨の押穂耳の命、ニニギの命、彦穂出出見の命、宇賀谷吹合図の命などが祀られています。熊野那智大社は神武統制を起源としており、神武天皇が錦浦に上陸され、光り輝く山を見つけその山を目指し進んでいったところ、那智の滝を探し、その滝に大名無知の神を祀られました。熊野那智大社は熊野伏見狼を主祭神としています。雷殿の奥には本殿があり、主祭神の伏見の狼、大名無知の神、結膣皇神、天照大神などが祀られています。熊野伏見狼はイザナミの命のことです。熊野那智大社の奥を降りていくと、天台宗の誓願閉じがあります。誓願閉じは西国33箇所の観音霊場の第一番の札所で、ご本尊は秘仏の如意輪観音です。誓願閉じを降りていくと三重の塔があり、さらに下に降りると那智の滝が見えます。誓願閉じから那智の滝に向かって急な坂を一番下に降りたところに飛龍神社があります。飛龍神社は那智の滝に大名無知の神が降りられ、滝自体を御祭神にしております。大名無知の神は出雲の大国主のことです。